LBJ ケネディの意志を継いだ男は2016年のアメリカ合衆国の電気映画。監督はロブライナー、主演はウディハレルソンが務めた。ジョン・ F ・ケネディ大統領を暗殺を受け、副大統領から大統領になったリンドン・ B ・ジョンソンの苦悩を描いている。リンドン・ B ・ジョンソンはケネディ政権下で副大統領の座についていたが、その存在感の希薄さゆえに、 政界では軽んじられる始末であった。不遇を過骨日々を送るジョンソンだったが、天気は突然訪れた。1963年11月22日、ケネリが演説中のダラスで教団に倒れたのである。ジョンソンは副大統領から大統領に昇格することとなった。大統領の暗殺という事態に国内は混乱したが、ジョンソンは巧みな手腕で事態を収束させていった。 しかし、ジョンソンには、ケネディ以来の懸案が残っていた。それは、公民権法の制定であった。人種差別の解消を願っていたジョンソンは、公民権法の早期制定を目指していたが、議会では、南部選出の議員を中心に壮絶な反対運動が繰り広げられていた。本作は、公民権法の制定に尽力したジョンソンの姿を描き出していく。 カッコ内は日本語吹き替えジョイハートストーンが執筆した本作の脚本は2014年のブラックリスト入りを果たしていた。2015年6月16日、ロブライナーが監督にウディハレルソンが主演に起用されたとの報道があった。7月22日、リチャード・ジェンキンスがキャスト入りした。27日、ビル・プルマンが本作に出演することになったと報じられた。 8月19日、キム・アレンがジャクリーン・ケネディ役に起用されたとの報道があった。9月14日、ジェニファー・ジェイソン・リーの出演が決まったと報じられた。本作の主要撮影は2015年9月21日にニューオーリンズで始まり、同年12月中に終了した。2016年8月30日、エレクトリック・エンターテインメントが本作の全米配給計を購入したと報じられた。 9月9日、本作は第41回トロント国際映画祭でプレミアを迎えた。本作はマイティソーバトルロイヤル及びバッドママのクリスマスと同じ週に封切られ、公開初週末に100万ドルから130万ドルを稼ぎ出すと予想されていたが、この予想は的中した。2017年11月3日、本作は全米659巻で公開され、 公開初週末に110万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場14位となった。映画批評集積サイトの6点トマト図には75件のレビューがあり、批評家支持率は55%、平均点は10点満点で5.7点となっている。サイト側による批評家の見解のようやくは、LBJ ケネディの意思を継いだ男は、 リンドン・ジョンソンという人物の複雑な姿を把握し、損ねている。一般的に言って、電気映画は対象人物の人格とキャリアに損する狡猾な側面を好むものだが、同作はそれらを無視している。となっている。また、メトクリティックには19件のレビューがあり、過重平均値は54、100となっている。ありがとうございます。